川勝知事の辞職に伴って行われる知事選に前の浜松市長の鈴木康友さんが出馬する意向を固めたことが分かりました関係者によりますと県政部の経済界の一部などが鈴木康友さん擁立に向け調整していて鈴木さんは昨日までに知事選に立候補する意向を固めたということです 浜松市出身の鈴木さんは、衆議院議員を経て浜松市長を4期16年務めました。鈴木さんは15日にも正式に表明する見通しです。知事選をめぐっては、元総務省の官僚で県の副知事も務めた大村真一さんが出馬を表明しています。大村さんは今日藤枝市など大井川流域の自治体を訪れ、出馬の挨拶をしました。 どういう方が候補として出られましょうとも、あの前から申しましたように、県政の,その、まあ、立てをしていくと、再構築していくということを申し上げておりまして、私ならできるというふうに強く思っておりますので、その点については全く何のぶれもございませんのでまた、立憲民主党の渡辺衆衆議院議員は昨日報道陣の取材に応じ、出馬について意欲はあると明言しています。 一方、県庁ではきょう県選挙管理委員会が開かれ知事選は来月9日告示26日投開票という日程が正式に決定しました。